就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのひろゆきです。本日は印刷業界の業界研究をしていきます。印刷業界に興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。まずは印刷業界全体についてです。そもそも印刷業界がどんなことをしているのかというと、出版印刷と言われる書籍や雑誌の印刷や包装紙へのパッケージ印刷、ポスターなどの商業印刷など生活に欠かせない印刷物を包括的に扱っている業界になります。一昔前までは凹凸を掘ってその凹凸にインクをつけ印刷する凸版印刷というハンコと同じ原理での印刷が主流でした。現在では DTP と呼ばれるコンピューター上のレイアウトをそのまま印刷できる技術が発達したため、個人でもより簡単に印刷ができるようになりました。個人でもできるようになってきたということもあり、今までと同じような印刷では稼ぎづらくなっていたり、ペーパーレス化が進んで紙の需要が落ちてきたこともあり、印刷業界は斜陽産業と言われています。そんな印刷業界ですが、どのような歴史をたどって現在の状況になっているかを解説していきます。日本の印刷業界の歴史は古くは8世紀の奈良時代にまで遡ります。それは木版印刷という形で始まり、仏教経典の複製に使われていました。しかし印刷の大衆化は江戸時代に入ってからで、出版文化が花開いたのはこの時代になります。浮世絵や下作、新聞など多岐にわたる印刷物が生まれました。明治維新後、西洋の活版印刷技術が導入され、新聞や雑誌、書籍の印刷が大量に行われるようになりました。そして20世紀に入ると凸版印刷やオフセット印刷といった新たな技術が開発され、印刷品質の向上と生産効率の向上が図られました。戦後の高度経済成長期には広告やパッケージ印刷の需要が急増し、印刷業界は大いに発展しました。またこの時期には電子写真印刷やデジタル印刷といった新たな技術も登場し、印刷の可能性を広げました。しかし情報化社会の進展とともにデジタルメディアの普及が進み、印刷物の需要は徐々に減少していきます。それに対応するために印刷業界では新たなビジネスモデルの開発やデジタル技術の活用に力を入れています。続いては現在の印刷業界の動向を見ていきましょう。 ES 添削ならキャリエモン。現在の印刷業界は凸版印刷と大日本印刷の2強となっています。大手2社は印刷技術を応用した事業の多角化を他社に先駆けて進め、現在は非印刷分野にも注力しています。電子ブックなどのデジタルコンテンツの企画販売、パッケージや包装事業、液晶や半導体、自動車分野、 5G 関連事業など幅広く展開しています。最近では VR や AR 向けのコンテンツ制作に取り組んでいます。また広告代理店事業や販促物の企画運営、一般印刷から電子関連の部材生産、特殊印刷やタッチパネル製品、半導体用マスク生産など幅広く手掛けています。一方で中堅中小印刷会社は得意分野に焦点を当てて多角化を進めています。パッケージやダイレクトメールなど商業印刷に特化し、印刷から発送までを請け負うなど大手が採用しない分野に注力し、新たな新規顧客開拓へとつなげている会社もあります。 3D 印刷が普及し、印刷業界が提供できる製品の範囲を大きく広げています。従来の2次元の印刷物だけではなく、立体的なオブジェクトを直接製造することが可能になりました。プロトタイプの作成やカスタマイズした製品の製造など新たな需要を創造しています。さらに AR や VR といった新しいテクノロジーと印刷が組み合わさることで、印刷物にデジタル要素を追加し、新たなユーザー体験を提供することも可能になっています。続いては印刷業界の今後の動向についてです。凸版印刷と大日本印刷では AI 分野を強化しています。具体的に言うと、凸版印刷は IoT 機能を備えた住宅建材を開発したり、 AI 活用の多言語音声翻訳機を企業に提供したりしています。大日本印刷では AI を活用した雑誌の紙面レイアウトの自動生成を提供しています。従来の印刷業界と比べてみると非常に進歩しています。また凸版印刷と大日本印刷の2社は海外にも販路を広げていて、凸
版印刷はアジアや北米、欧州、南米や中東に進出し、香港、タイ、シンガポールにも拠点を持っています。経済発展が盛んなインドネシア、ベトナムやミャンマーなどで事業拡大を図るとして、2019年6月にはタイに現地法人を設立し、ASEAN 諸国のデジタル化支援を展開し始めています。大日本印刷は中国やシンガポール、ベトナムなどのアジア、オーストラリア、アメリカ、デンマークやフランスなどヨーロッパに展開しています。その中でも経済成長が著しいアジア地域での事業拡大を目指しており、特に東南アジアの包装事業や IC カード事業を強化しようとしています。このように業態の変化や海外への展開など変化が著しい業界なので、印刷業界に興味がある方は各企業が具体的にどんなことをしているのかをしっかり調べていただければと思います。それでは最後に印刷業界大手2社の平均年収をお伝えします。凸版印刷平均年収700万円、大日本印刷平均年収590万円。以上が印刷業界の業界研究動画となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリアモン。